はい、さあ来た、この電車。ああ、そうだね、すげえ歩いたよ。おう、はい、ジブリパーク行ってきました。ちょっとよいしょ、小牧長久手でおります。イオンモールがあるからそこで、いや休憩していこう。いや書いた方がいいかな。いや、せっかくだから行こう。次は公園西、公園西です。名古屋洋館です。これは本当に平野だな。国際高等学校へお越しのお客様は次でお降りください。このレニモは自動運転を行っております。ご用のお客様は直接またはインターホンで係員にお伝えください。The next station is 公園西。This train is fully operated.If necessary, please contact station attendants directly or by using the interphone. まもなく公園に、ソフトクリームショーが右側です。ちょっと遠いかな。あ、イオンモールが見えるぞ。何時だ、1時20分ぐらいね。じゃあイオンモールで休んでこう。あ、イオンラウンジ、イオンラウンジで休んでこう。ちょっと無理かな、通路長いね。イオンモールがある。イオンモール、はい、これが小さいタレント同じようなもんだよ。ただなんかリニアモーターから、ね、本当にリニアかな。このモノレールね、綺麗に作られてるよね、はい。じゃあこの通路を渡っていくとイオンモールだ。